る総統の居城へ。マルキア殿、レティシア王女。何しに現れた。皇帝陛下の命で皆さんに総統ハスコピアムの軍門に下る意思があるのかどうかを確認に来たんですよ。あると思うか。一度ならず二度までもニルベスとトラス専属の聖地を踏みにじりおって。マルキア殿のご意見が皆さんの総意であると残念です。ですが皇帝陛下は慈悲深いお方、皆さんが断られることを承知でなおも機会を与えると仰せです。皆さんもまた皇帝陛下が守るべき宇宙に生きる人類だからこそ、拒んだ者たちには今のままでいることの不便と不幸をその身に知らしめよと仰せでした。その姿を見せられて考えが変わるとでも思っているのか。この姿を見て考えが変わらないならあなたもその程度の人間ということ。マイズ処理の不適合反応は、元が正常なスコピアムだったものを無理やりに改造したのだろう。何にせよおとなしくやられるわけにはいきません。来ます。先生、ちょっと方針でゴーです。赤城、逃がさない。よし、どうだ。何か言い残すことはある？お前のことは本当に大切な仲間だったんだ。だからスコピアムになってほしくて。もっと違うやり方だってあったでしょ、バカね。そうだな、そうだった。違うやり方なんてすっかり忘れていた。ベランジェ大佐には私が謝っておくわ。今はゆっくり眠りなさい。それ結局後で大佐に怒られるやつですよ。だから自分で。
電脳融合してるってことは、やつもボルドールみたいに復活するのか。しない。ガストンのスコピアマイズは不完全だった。通常融合がオーバーロードした挙句の事故だ。彼のスコピアマイズが彼自身の意思だったのか、そうでなかったのかはわからない。ディマちゃん、ボルドールに対抗する方法はわかった？まだ判断材料が少ない。先に進まねば。行きましょう。こんなこと、もう終わらせないと。残して行くのか。彼は、きっと本気でスコピアムとの融合を受け入れていたんです。だから。そうだな。ようこそ、星の世界の子らよ。いかがかな、新たな総統の城は。ボルドール、ガストンのことは残念だった。彼は私に心酔してくれていて、ネットワーク内での総統の存在をより強固にするために自らスコピアマイズに志願してくれたのだ。だが結果は知っての通りだ。よくもそんなことを。彼の人生とその結末はネットワーク内で共有され、スコピアムの進化の小さいが確かな礎となることだろう。素晴らしいことだ。ボルドールを観察していると、スコピアムの融合進化の問題点がはっきりと浮かび上がってくる。ならばその問題点を共に解決し、共に進化しようではないか。特別なデュマよ、君はなぜ私が提唱する総統派への融合を邪魔しようとする？ボルドール、いや、あえて総統と呼ぼう。お前の行いはスコピアムの融合ではない、単なる侵略であり征服だと断定する。これを侵略だとするその判断がスコピアムの進化を停滞させていたのだよ。これからのスコピアムはより積極的進化を目指す。さあ、星の世界の子らよ、共にスコピアムネットワークと接続し、銀河に繁栄を築こう。お断りします。頑固なことだ。だがネットワークにはそのように言いつつ、最後には融合を選択した多くの人類の存在が記録されているぞ。なあ、ベランジャ。おい、まさかあいつも。まだスコピアマイズには至っていない。だが融合の深度が増している。ベランジェさん、ロラさんがあなたのことを待っているんです。もうこんなことはやめてください。無駄だ。融合経験のあるこの男は再度の融合でより適合性を深めた。私と共に新たなスコピアムの進化を深めることを選んだのだ。ベランジェ、彼らを説得するのだ。結局お前も何がしたかったんだよ。引き返すことができなくなった。それだけだ。ガストンは死んだ。ガストンだけではない。故郷の同胞、スコピアムと融合した者、しなかった者、このアスターの人々、多くの犠牲の末に私はここに立った。惑星ビープスをスコピアムの手から解放したかった。皇帝陛下ならば、総統派ならば、それをなすことができる。ネットワークに働きかけ、ビープスをスコピアムから解放できる。今ここで皇帝陛下と歩む道を止めてしまえば、
してきた犠牲全てが無駄になる。ベランジェさん、私はこの道を進むと決めた。私が自分で決めたのだ。ロラにはそう伝えてほしい。先行しよう。今日のランは大吉。私の道の正しさを証明するために。いいこと起こりますように。このコピアの平等なのでしょ。どうしてボルドールが変わる。お前はまだ天皇陛下を知らないんだ。死んだらそれでおしまいだ。そうなるのなら、それが私。これでどうして。ロラさんに何て言えば。それがベランジェの選択だったのだ。何？惑星ビープスのスコピアムからの解放がそやつらの願いだった。だがスコピアムとの融合を選択する者が大多数を占めた結果、ベランジェたちは違う方法を模索した。すなわち相当派に類する存在となり、スコピアム側にビープスから分離するという進化を促す選択をさせるということだ。分離による進化だと？それこそありえない。そうだ、ありえないのだよ。だがありえない方法に希望を見出し、それにすがり力を得るためにスコピアムとの融合を選択し果てた。融合こそが人類の進化の唯一の解である勝者だ。おいディマ、そろそろ何かボルドールを倒すアイディアは出ないのか。あのボルドールと戦闘を開始してくれ。最終検証はそこからだ。お前のそういうとこブレないな。まだ抗うか。それもよい。それもまたスコピアムの進化の糧だ。抗生反応を検知、警戒態勢を。お前らだけでも十分にした。ミクセスがこの星で最も資格があると言ったはずだ。どうしてこれだけの力を。もう救うことが可能なんだよ。なぜ理解してもらえないのか。まさに今救済の第一歩を踏み出しているのだと。なぜ融合を目指すのです。その進化の果てに何があるのですか。今その質問に答える時間がない。お前とは今度。素晴らしい、強いな。だからこそ惜しい。なぜ強い力を持つ人間ほどスコピアムとの融合を強く拒絶するのか。おい待ち上がれ。いいデータを手に入れた。また相まみえるとしよう。次に出会う時は色良い返事を期待している。おい、これじゃ何の解決にもならないぞ。一体どうしろってんだ。エレナ、ボルドールの生体反応を検査してほしい。生体反応なし。完全に意識が途切れたようです。無事データ化されたということだ。ここからは私の出番だ。準備が良ければ皆一箇所に集まってくれ。今確信を得た。スコピアマイズした相手を捕捉するならば同じ地平に立たねばならない。おい、結局俺たちに融合しろっていうのか。その通りだが、あくまで疑似的にだ。何？パラピアムで学習施設を利用したな。
あの時のように仮想的にスコピアマイズと同じ次元にシフトする。ネットワークに侵入しさえすればその中にいるボルドールを追跡しその根本を断つことができる。だがガストンはそれに失敗したのだろう。誰しもができる技術という話ではなかったはずだ。だから仮想なのだ。ボルドールのように肉体の死と意識の死が切り離された状態にはならない。ボルドールを追うためにネットワークに侵入こそできるが、意識と肉体いずれかが死ねばどちらも死ぬ。その仮想スコピアマイズは私にも可能なのですか？可能であると推察する。どこでどうやる？今この場でだ。このタワー全体が融合プラントと同じ機能を有している。おそらくこの星の人間と一度にできるだけ多く融合するためだろう。言ってしまえば意識だけスコピアムネットワークにダイブするようなもんだな。その間俺たちの肉体はどうなる？この空間に留め置かれ意識を失ったような状態になる。この場で意識を失えたと？ここは敵地だ。自分の動かない肉体を放置するなどできるはずがないだろう。レティシア姫、無事？ローラさん、大佐。レティシア姫、ガストンと大佐のことありがとう。何もできませんでした。私は。そんなことはないわ。ガストンは手遅れだった。でも大佐はまだ生きてるわ。本当か？元はといえばこの星にスコピアムを呼び込み皇帝陛下の心を変えてしまったのは私たちよ。その償いを今ここでさせてほしいの。皇帝陛下を倒しに行くんでしょ？体の護衛は私に任せて。お願いします。デマちゃん、行こう。全員一箇所に集まれ。仮想スコピアマイズのためのデータ化を開始する。電脳融合。スコピアムと融合するとみんなこんなものが見えるもんなのか。ああ、知識を共有するってのはこういうことか。この流れ一つ一つがスコピアムの、俺たちの、ボルドールの。くそ、なんだ、流される。逆らえねえ。待ってくれ。くそ、このままじゃ俺はボルドールの流れに。何をしているんですかレイ。エレナ、こちらに来てください。流れが緩やかで安定している場所を見つけました。ああ、私の手を離さないでくださいね。ここは私とレイが最も安定していられる場所のようです。私一人ではこうはいきません。ベグニスだよな、会社の前。ここに二人でいると思い出しますね。レイが今よりずっと小さかった頃、ラウルに誕生日のプレゼントを渡したくて会社の前まで来たのに、どうやって入っていいのかわからなかったレイはあの時泣いちゃったんですよね、ここで。ああ、くそ、あったな、そんなこと。あの時私を見つけて安心したのか余計に泣いてしまって。
きくなりましたね、レイ。なりだけはな。あら、甘い三段で突っ走って行き詰まって困った時、いつだってお前が助けてくれた。俺が何とかできなくてもお前がいれば何とかなる。俺が大人ぶってられんのは全部エレナのおかげだ。俺の本質はここで鼻水垂らして泣いてたクソガキのままだよ。それは残念でもあり嬉しくもありですね。私の助けはもういらないと言われたら泣いてしまうところでした。お前なしの生活なんか考えられねえよ。あ、俺今なんか変なこと言ったか？いいえ、ちっとも。私にとっては嬉しいことを言ってくれただけです。なあ、どうしたエレナ、なんか普段と様子が違わないか？そうかもしれませんし、そうでないかもしれません。ねえレイ、普段の私ってどんな私ですか？そういや、どうだったろうな。それを確かめるためにみんなで生きて戻りましょう。レイが私を必要としてくれるように、私にもレイが必要なんです。ああそうだな、きっと何とかなる。行こうか。ええ。スコピアムネットワークの内側、そしてボルドールの深層意識が投影された空間だ。仮想の体か。おい、今目の前にいるお前は本物か？私のこの姿もスコピアムネットワーク上に存在するデータだ。何か私たちの普段の意識の構成が見られているようで恥ずかしいですね。意識の構成が恥ずかしい？どういうことだ？レイ、あまりまじまじ見ないでください。ああ、悪い。いや、お前がそういうこと言うの初めてだから驚いちまって。ボルドールの深層意識が投影された空間ということは、つまりは彼の心の中ということ？正確ではない。そう取ってもらって、どの道が正しいのでしょうか？勘で進むしかあるまい。外の常識はまるで通用しなさそうだ。システム干渉を検知、一部データの分断を確認。何なんだここは。前方敵だ。逃がされて。離脱を確認、引き続き警戒せよ。総員戦闘準備。前方敵だ。逃がされ。強制反応、勢力増加。無事でしたか？もうはぐれないようにしましょう。わかったぜ。離脱を確認、引き続き警戒せよ。ラッキー。油断するな。獲物を見つけた。仕留め。
離脱しました。痛ぶってやれ。わかったぜ。レイモンド、今までどこにいた？一通り見て回ったな。開けたところに戻ってみるか。シディアスは技術士を派遣してこないのです。いやもうえまい、かの病に侵されているのはオーシディアスも同様だ。母上はオーシディアスの出身なのですよ。ゲラルト今こうしている間もタチアナだけではない、大勢の民が病に苦しんでおる。そのことを忘れるな。さっきの声は一体何だったんだ。さっきと同じ場所か。今度は来たところとは別のところに行ってみるか。警戒態勢を。こんなところにいたのか。無事なようで安心したぞ。探したぞ。私がいないとダメなんだから。
街道は一通り見たはずだ。どこかに新しい道ができてないか。おお、そうか、王女殿下か。遅くにできた子だ。わしより側近たちの方が目に入れても痛くない可愛がりようでな。これも巡り合わせだな。うちのせがれの6つ下ならばわしとタチアナと同じさだ。帝国と王国の未来のためにもどうだ。気の早いことを言うな。生まれてすぐに嫁に出すことを考える父親がどこにおる。我らは国の主だぞ。長き平和を享受するうちに生まれる争いの芽を摘むための努力をせねばならん。わしは本気だ。よく考えておいてくれ。ボルドールの深層意識だから奴の記憶の声が聞こえるってことか。完了だ。レイ、よかった、また会えて。スコピア。おっしゃる通りです、皇帝陛下。我が母なる星では、すでにその力で多くの者が病気や怪我を克服し、老いすらも克服しようとしております。だがお主らは故郷を追われてきたのであろう。それもスコピアムの力を悪用せんとした者どもの策略によるもの。よくお考えください。この星の外には我ら程度の力を持った世界は無数にあります。
その者たちがもし侵略を開始すれば、ヴァイル帝国は決して太刀打ちできなくなります。怪しげな者どもに耳を貸すなとわしを怒るだろうか。それとも面白がって徴用するかもしれぬか。タチア、なぜわしを置いていなくなってしまったのだ。来ることは分かっていたぞ。ボルドール。ボルドール。お前はスコピアムとの融合って夢に取りつかれたんだ。見ろ。今のお前の姿が、ありようが、本当にお前の愛した人間か。人間？違うな。スコピアムの持つ力は神の力だ。意識の融合という過程は神に近づく行為と同等である。人もスコピアムも生命です。生命である以上神にはなり得ない。君たちは神になる必要などない。ただスコピアムと融合し、病も争いも起こらない世界で進化した新たな人類としての生を歩めばよい。私はヴァイル帝国皇帝だ。民を幸せに導く義務がある。だからこそ私は神にならねばならんのだ。今のあなたの存在はアンドロイドである私と変わりません。人に作られ生命によって生み出されたものが神足りうるはずがない。何を言う。歴史上の神は全て人が生み出したものだ。であるならば、今この場で神足りえるのは君か私の二人だけだ。笑わせるな。身に余る技術を手に入れ、力を手に入れ、そして自分を神と勘違いするなんざ、いつまでたっても何も学ばない人類そのものじゃねえか。そうね。それは私たちのように高度な技術を持っても変わらないわね。私が神かどうかは歴史が判断する。
これから私が全銀河を融合すれば、最も偉大な生命であり、すなわちそれが神であろう。だとしたら神になるのは無理だよ。私たちが止めるから。そのような神など必要とされていない。神がいるとすれば、それはたった一つ、命が持つ心の中のみだ。未知を恐れるのもまた人の差が、神を恐れるのもまたしかりだ。貴様など恐れるものか。それこそ神という概念への冒涜だ。これ以上の議論は無駄だなあ、ボルドール。そのようだ。初めて意見が一致したな。私たちの人の力はあなたの神の力などに負けはしない。さすがはレティシア王女。その心の強さこそスコピアムに欠くべからざるもの。さあ、我がマナ娘。構成反応を検知。神と人との決着をつけよう。そして知れ、真の神の力を。スコピアムが目指すのは全生命体の進化、そのための融合だ。愚かな人、一人の力で何をなせる。神さえ、神の力さえあれば、全ての人類が幸せになれるというのに。神が負けるなどと。あなたはボルドール・イルバイル、神ではないわ。私は幸せしかない世界で、どうやってその幸せを認識できるというのです。たった一つのことしかない世界は、結局のところ何もない世界と同じことです。やめろ。人間がそのような目で私を見るな。ボルドール、消えぬ、消えるわけにはいかぬ。私は神にならねばならんのだ。全員私の後ろに。やめろ、やめるんだ。私は消えぬ、消えるわけにはいかぬ。何が起こってるの。ボルドールの強固な意志が消失に抗っているのだ。これほどと。このままではこの空間が崩壊する。ボルドール、もうやめてください。戦いは終わっ、もう言葉は届かない。私に任せろ。消えるわけにはいかんのだ。お別れだ。もはやこの空間に君たちの意識をこれ以上とどめておくことができない。私の全ての力を皆の生存のために注ぐ。お前はどうなるんだよ。君ならばスコピアムの精神を理解し、正しく導くことができる。生命の新たな進化の可能性の芽を未来に植えることができるはずだ。あとは頼んだ。わかりました。お任せください。
レイ、君との旅で私はスコピアムと有機生命体の共存可能性を信じることができた。ありがとう。私の調査をここに終了する。始まったのよ、きっと。そうなのでしょうね。ありがとうな、デューマ。監視対象惑星ですか。ええ、前にも話したけど、惑星アスター4号星は先進文明と強い接触があったため、銀河連邦の監視対象の惑星になるんです。外交官のような存在が監視に来るのですか。いえ、特に何か起きるわけではありません。事故で十分に文明が発展するまで、不必要な先進文明との接触が起きないよう観察を続けるだけです。ふん、ずいぶん上から物を言うんだな。連邦のそういうところなんじゃなかったか。なかなか変えられないものもあるんです。その代わりといってはなんですけど、強い干渉を受けた皆さんは希望すれば銀河連邦の所属惑星に移住や留学をすることもできますが。留学か、ちょっと魅力的だよね、それは。ねえ。だな。だが俺は遠慮する。俺はこの星で自分の力でやるべきことをやると決めた。他人の力で不相応な進歩を与えられることがいかに危険なことか思い知らされたからな。そうだね、確かに。それだけ進んだ先進医学を学べば銀河中で多くの人を救えるかもしれない。でも私は自分たちの力でまずこの星で苦しむ人たちを救いたい。私たちはきっと自分の力で強い意志で宇宙に出る必要があるのだ。そうなって初めてお主たちとこの星の人類は同じ地平に立てるのだと思う。そうですか。うん、それがいいと思います。ほんと、俺なんかはローレンス・ロジスティクスの使者をオーシディアスに置かせてもらって、そこで好きな時にいろんなレベルで交流できればいいとは思ってるんだけどな。ある程度の節度は必要ですよ。レイも今回のことで銀河連邦の未開惑星保護条約に一定の意義があるのは理解したんじゃありませんか。まあそうなんだけどな。でも個人的感情はそう割り切れないんだよ。堅いこと言うなよ。エレナさんやマリエルさんの言うことはわかりますが、私個人としてはレイモンドの案は悪くないと思いますよ。ほう、お前の口からそんな言葉が聞けるとは。茶化すな、みんな同じ気持ちだ。私のご先祖もみんなそうだったのかな。
大丈夫よ。私たちならきっとなんとかなるわ。なんだか昔よりもずっと楽天的だな。誰かさんの影響だと思います。誰だろうな。そんな無責任なやついたか。ええ、割とすぐ近くに。そっか。さてと行くんですね。お互い仕事が山積みだろ。ええ、もう嫌になるくらい。ああ、どっかに本物の神様が現れて、仕事しなくても生きていける楽で楽しい世界作ってくれないかな。そんなこと言ってまたクロエさんやエレナさんを困らせているんでしょ。俺もあの旅で大きく成長したからな。きっと二人とも大船に乗った気持ちでいるはずだ。ええ、そういうことにしておきましょうか。レイ、そういうことにしておいてくれよ。レイ、こちらアルダス、静止軌道上に入りました。了解。さてと、これ以上ボロが出ないうちに行くとするかな。ええ、それが良さそうね。レイモンドよりアルダス、転送収容。宇宙暦583年、銀河連邦を襲った未曾有の事態は、惑星ベグアルドおよびアスター4号星の協力により無事解決した。とはいえ、銀河連邦上層部の腐敗による組織構造崩壊の影響は大きく、立て直しには時間がかかるだろう。有志の銀河連邦艦艦長の要望もあり、私の祖父エマーソン・ティー・ケニーが暫定的な銀河連邦艦隊司令に任命された。すでに退役していた本人は固辞していたが、元部下たちの強い要望もあり、銀河連邦設立以来の危機に重い腰を上げた。私も今回の事件で連邦の在り方、連邦士官としての己の在り方を改めないといけないと痛切に感じたが、それでも私は連邦の正義を信じたい。未来の銀河の平和のために。銀河連邦艦隊中尉、マリエル・エル・ケニー。多くの星系を巻き込んだカカル事件によって、侵略的融合思想に侵された総統派スコピアムは、総統の消滅後も多数残存した。また銀河連邦においても、スコピアムに組した一派は逃亡を続け、一定の勢力を保ち続けていた。それに対し、我が相棒エレナが保存していた我々のデュマの残存概念を、スコピアムコロニーにおいてスコピアムネットワークに拡散した。その経験と崇高な理念はネットワークに強い影響を与え、徐々に相当派スコピアムの残党は力を失うこととなった。まだ全てが解決したわけではないが、スコピアムが正しい道を進み始めるにはそれほど時間を必要としないだろう。銀河連邦にも正しい道を進むことを強く望む。ローレンス・ロジスティクス所属艦アルダス艦長、レイモンド・ローレンス。
悪い、遅れた。おいおい、何してんだ。向こうは1時間も前からテーブルについて待ってるんだぞ。これから連邦公使との会談だぞ。分かってるのか。どうせ非公式会談だし、今回の保護対象の惑星オーリアは連邦非加盟を決めてるんだ。この会談は秘密裏にベグワールドに手を引けって言いに来ただけだろ。だったら向こうの設定した会談に真面目に取り合うだけ損だ。多少じらせてやった方がいいんだよ。お前、それで遅刻の言い訳になるとでも思ってるのか。ダメか親父。構わねえさ。この交渉はお前が矢面に立つって最初から決まってる。だったら俺もアントニアもお前の顔を立ててお前の指示通りに動く。遅れてきたのも何か計算あってのことなら俺たちはそれを信じるまでだ。それでいいんだろ。ああ、あんなことがあっても銀河連邦は巨大な組織だ。そう簡単に体制が変わったりはしない。だが自分たちが銀河の盟主でないことも理解したはずだ。何でも自分の思い通りになる時代は終わったって、こういう小さいところから理解していってもらわないとな。それならそうと言っておいてくれ。心臓に悪い。悪い。じゃあ親父、兄貴、行こうぜ。星を一つ連邦の魔の手から救いにな。